常にこう古典の形を大切にしていた、ラヴェルがハイドン、ハー、アー、イー、まあこれをイーという音ではないですけど、エ、ディ、エン、音をね、あの名前の頭文字を音に重ねて曲を作りました。で、メヌエットですから、メヌエットって何だろうって考えたときに、非常にまあ品のある緩やかな三拍子の踊りというふうに、皆さん覚えてらっしゃるかと思いますけど、この曲、例えば最初、1、2、3、1、2、ね、ここに、いきなりアフタってね、一拍目が出てきたりとかですね、けど、ここ一拍目してるけど、ラベルによると、アクセントをつけてくださいというふうに、言ってるんですよね。あのそこら辺がラヴェルのすごくおしゃれなところで、あとこの曲では指使いであるとかペダルをどうするんだろうというふうに考えられる方も多いと思いますので、その辺お話ししたいと思います。ですから、最初の1、2、この曲は音とかあとペダル踏んでるにしても音が消えて減衰していく後に次の音をつなげるという行為を、続けられることがいいと思います。で、1、2、3、腰は少し引く感じですよね。それから、音にフィンガーレガートで乗っかる、体の重みを乗っけるという感じ、決して指だけで落としたりすると硬い音になってしまうので気をつけましょう。1小節目のところ、ここは1、2、3、5、右手で取ってしまいます。で、またアフタくる、まずここまでいきましょうね。で、次、この形はどうしても